ちは、あかりでーす。あ、どうして？お腹空いた！今日は何を食べるかと言いますと、この季節なんです。そうです。新商品、月見シリーズを食べていきたいと思いまーす。マクドナルドの月見が発売したじゃんね。だからマクドナルドで月見バーガー全種類食べようかなと思ったんだけど、去年もね、マックの月見バーガー全種類食べたら最高すぎた。11ヶ月も経ったもん。その時も全部食べてるから、今年も一緒になっちゃうなと思って、でも髪型一緒にしたんだけど。それで、じゃーん、まず、マクドナルド。そして、じゃーん、ロッテリアの月見。そして、じゃーん、ケンタッキーの月見を買ったので、3社の月見を食べていきたいと思いまーす。嬉しい、やばい、嬉しい。月見いろいろ種類出てるじゃん。その中でも新作っぽい月見バーガーを選びました。じゃあ、今日のメニューをご紹介しまーす。まず飲み物は、ソーキャンピッチャー。ソーキャンピッチャーいただきます。あ、コーラなんだけど。え、見て見て。ソーキャンビって書いてるくない？しかもさ、コーラこれゼロカロリーの方じゃない？あ、ゼロカロリーのコーラマジやなんだよね。のが届きました。私なんか毎回マクドナルド何か起きる気がする。そして待って、ポテトがない。ポテトじゃなくてうちマックナゲットにしたの。ポテトがいい。ポテト頼もう。ソーキャンビちゃんも頼むね。じゃあ、はい、じゃーん、毎年恒例月見パン2つ、パイあんこ。そしてじゃん、この間はコクうますき焼き月見だ。初めてだ。七味香る牛すき七味。間違えた。七味香る牛すき七味は七味なんよ。七味香る牛すき月見。で、ナゲットー。柚子胡椒マヨソースっていう新しいソース出てたから、それにしてみた。ちょっと食べてみていい？いただきまーす。うん。おいしい。柚子胡椒ソースか、美味しいな。多分ちょっと時間経ってる、しなってる、なんか今日のナゲット、しなってる。でも美味しい。で、次、ロッテリア。秋の新シリーズ、月見バーグ。今年は4種類とバリエーション豊富。ぜひご賞味ください。4種類出てるんだよ。すごいよね。けど、私が選んだのは、じゃん。とろーり半熟月見和風照り焼きバーガー。そして、じゃーん。ケンタッキーでは、でかっ！とろーり月見チーズフィレ。絶対美味しいよね。ということで、3社の月見バーガー食べていきたいと思います。私の夜飯です。じゃあまず、月見パイから、いただきまーす。今年もうまい。アップルパイとかも好きなの。マクドナルドの。生地のカリフワ感と、中の餅とあんこ。もう絶妙なバランスです。このパイさ、アップルパイもそうだけどさ、冷めてても美味しいんだよね。すごくかなり魅力的。あ、落ちてきた。一個食べた。月見パイすぐ食べれるんだよな。聞いて。ワンピースの実写版全部見たの。めっちゃ面白いんだけど。昨日全部見た。ごめんごめん。わーい。あー、ポテト来た。あったかいかな？え、あったかそう。いただきます、ポテト。うん。ほんのちょっと食べてる。ほんのちょっと。やっぱ7分ってむずいな。7分以内に来なきゃダメなんだよね。マック。確か7分ぐらいで冷めちゃうんだよね。確か。確か、確か。でも結構あったかい方、すぐ食べてるから届いたら。でもポテトがないと始まらないよね。じゃあ、マクドナルド先輩からいきますか。七味香る牛すき月見食べます。あ、美味しそう。やばい。やばい。このバンズ。あー、美味しそう。これ食べます。いただきます。牛丼に卵をかけた感じのトロトロ版。うん、うん、味付けは結構食べやすい味付け。すき焼き系だからくどいかなと思ったけど、ふわふわだから全然軽いわ。おいしいんだけど。うまっ。やっぱ
このバンズいいな。ムニムニのバンズ。おいしい。七味ってなんだっけ、ちょっと辛いやつ。七味が香ってるのかちょっとわかんないけど、マジ美味しい牛つきみって感じ。いや、これやばいわ。超食べやすいと思う。好き嫌いがあんま分かれない。みんな好きな感じ。もう一旦全部食べる。マジ美味しい。うん。ワンピースさ、小さい時にテレビつけたらアニメやってるみたいな感じだったから、まあ大体その種のチームみたいなのわかるじゃん。ルフィがいて、ゾロがいて、サンジがいて、ナミがいて、チョッパイがいて、あとウソップがいて。けど、そんな別にハマったことなくて。超人気じゃん。てか漫画まず終わってないからさ、私終わってないとすごい見る気しないの。気になって気になって辛いから、で新作が出る頃にはさ、もう前の話忘れちゃってるから、完結してるやつを結構好んで見るのね。で実写版とかも絶対ワンピースの最後まで見れないじゃん。結末がわかんないから、見るの迷って、ったんだけど、見てみるだけ見てみようみたいな感じで、やっぱ日本の俳優さん真剣佑が出てるからさ、ちょっと見たいじゃん、すごいじゃん、世界で活躍するって。だからどんな感じかなと思って見たわけよ。そしたらまんまとハマっちゃって、めっちゃ面白いじゃんと思って。むしろそのワンピースを知らないからこそめっちゃ楽しかった。ワンピースってそういう意味なんだとか、ルフィってこういう人なんだとか、マジで知らなくて、なんかただ海賊王に俺はなるって言ってて、海賊王になるお話だっていうのは分かってるけど、その裏側どうしてこうなのかとか知らなかったから、実際からそれをまとめてくれてるからすっごい見やすくて、こんなに感動するんだと思って超ハマっちゃったから、漫画買おうかなと思って。全巻あれ全部読むのめっちゃ大変だよね。何巻まであるんだろう。今106巻まであるんだって。全巻メルカリで何円なんだろう。あ、2万円ぐらいです。買っちゃうかな。見たいな。あ、じゃあ次これ食べたかったんだよね。ケンタッキーのとろり月見チーズフィレ、チキンが入ってる。いただきます。うん、おいしい。うん、あっさりめ。ごつ、さっぱりしてるから、マックのさっきの月見めっちゃジューシーだわ。ジューシーっていうか、なんかギュッてしてる。なんか、海の中の物語じゃん。でさ、海賊王に俺はなるっていうさ。海ってさ、マジ果てしないなと思って。海って楽しくもあり、マジ怖くない？ワンピースのシーンの中でもさ、取り残されちゃうみたいな、船とかが嵐でこうなってさ、自分たちだけ生き残って、全然誰も船とか通らない崖みたいなところにさ、打ち上げられるんだけどさ、もうそんなのさ、起きたらさ、マジ怖くない？なんかうちさ、この間ね、ダナン行ったじゃん。その時に、パラセーリング、砂浜からボートでこう、ビーって引いて、バーってなって、海の上でフワーってなって、海の上で落ちてボートで回収されてくんだけど、初めてやったのガナンで。もう楽しかったんだけど、チャポンチャポンチャポン、あー助けて、水上バイクブーンって目の前まで来て、あよかった、もうあとは陸に上がるだけと思って、こうやって上がろうとしたら、なな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 って言われて、えなんでと思って、そのままその水上バイクのお兄さんがブーンって言ってまた陸まで戻ってった。放置されたの。まだパラシュートみたいなやつさつけてるしさ、ずっとポチャポチャ浮いてんだけどさ、もう陸から結構離れてるわけ。戻れないの絶対に。もう泳いでも陸まで行かないの。ベストつけてるとさ、泳ぎづらいし、もちろん足もつかないし、でなんかここにさパラシュートついてるからさ、このまま置き去りになったらどうしたらいいのって思って、めっちゃうち叫んだ。Help me! Help me! でもさ届かないじゃん。しかも海外だから言葉もさ聞こえてるって感じだし、マジで焦ったよね。その日は波がそんな強くなかったから全然浮いてたんだけど、ポチャポチャと。結局ガス切れなのか何なのか結局分かんなかったんだけど、10分後ぐらいに来て、10分間さ放置されてみ、めっちゃ怖かったからね。あのベストがなかったらどうなってたんでしょうかって感じ。っていう感じで、海って怖い。だからワンピースでは海で冒険するわけじゃん。マジすごいなと思った。怖すぎて怖すぎてしょうがない。それぞれの主要メンバーが夢があって、それに向かって仲間になるみたいな。マジみんないいやつだし、海賊王になってほしいって思った。うまっ。ケンタッキーは卵がいいですね。ジュクジュクしていて、そこがすごい他と違うところ、魅力的なところ。ではこちら、フローリ半熟月見バーガー食べまーす。照り焼き、ロッテリアですね。ロッテってちょっとバラつくんだよね。もうそれがいいんだよね。結構タレとかが美味しいイメージ、ロッテリア。いただきます。
うん、うん、マックと味は似てるんだけど食感が全然違う。あとこっち結構生姜が効いてる、生姜焼きっぽい感じする風味的に。うん、うわこれ迷うな。うん、私中の卵もやっぱトロトロで美味しいね。マックの卵は結構ギュッて感じだけど、ロッテとケンタッキーの卵は完熟っぽくて美味しい。うまっ、タレも美味しいね、マヨネーズ美味しい。そのワンピースの物語を見て、夢を追うのってさ本当に素敵なことだよね。叶えるために努力するけど夢は追わないと叶うかどうかも分かんないしね。ワンピースすごい良かったな、めっちゃ綺麗だしね。映像もさ、ネットフリって映像めっちゃ綺麗じゃない。全部見ちゃったから、もう次何見ようと思って。今話題のマスクガールとか見よっかな、みたいな。でもちょっと、ネイルサロンのところで、マスクガール流れてたの。ちょっとエロいシーンがすごい多くて。うちエロいシーン多いってめっちゃ嫌なの。わかる？なんか恥ずかしいの。やばい、全部食べちゃう。待って、めっちゃ胃袋すごい、今日。美味しかったー。なんかエロいシーン見るとマジで目つぶっちゃう、うーってなる。友達と見るときとかさ、スケピと見るときとかさ、本当にエロいシーンだけは嫌なの。だからエロいシーン来たらツッコミ入れちゃう。あーやだ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 ーとか、エロいシーン来ましたわーとか、なんか恥ずかしいじゃんそこの空気が。ツッコミ入れちゃいますね。一昨日熱海旅行行った。 M ちゃんの温泉で癒された。もう一個食べます。温泉宿でもめっちゃ食べたし、その前もベトナム行ってたから胃袋がバカになってる。毎日お腹空くようになった。いただきます。うん、いやなんか現実世界とさアニメって全然違うけどさ、なんかやっぱアニメ見るとさ、アニメにすごい愛着湧くっていうか、キャラクターに。何なんだろう、すごいよね。いやーワンピース見てほしいな。一緒の気持ちになりたいじゃん。分かち合いたい。冒険したい。冒険しようよ、みんな。マジ、人生一回きりだよ。海賊王になろう。夢がさ、ない人もさ、いるじゃん。夢がないんですって言う人めっちゃ聞くから。うちは結構さ、欲望まみれだから、こうしたいみたいなのめっちゃある方だと思うんだよね。なんかそれが羨ましいって人もいると思うんですけど。いつもその夢がないって言われると、じゃあ、夢を見つけるのが夢でいいじゃん、みたいな感じで言ったり。例えば、今日ポテト食べたい。今日ハンバーガー食べたい。それも一つの小さな夢じゃない？でもちっちゃな夢も大きな夢もないか。人から見ると壮大な感じに見えるじゃん、海賊王になりたいってさ。けどさ、単純じゃない？もちろんそこになるにはめっちゃ大変なんだけど、だけどそういう希望っていいよね。なんか自分を生かしてくれる道しるべになるっていうか。私が出会った子で芸能人のある人が好きで、大好きすぎてその人に関わりたいっていうのがまあ夢だったわけよ。その目標のために高校とか専門学校とか大学とか進路も全部その人基準で変えてったわけで、結局お仕事で一緒になれたのね。結局その子は辞めちゃったんだけど、でもその有名人のことはずっと好きで、ただ一回その夢叶ったっていうかさ、その気持ちで生きてきたってなんかすごいなって思った。だからうちもうちと一緒に働きたいって言ってくれた子がいて、働くことが夢だったって言ってくれて夢が叶ったってなった時に超うちも嬉しかったし、そんなに好きってマジすごいなって思ったけど、私はまあファッションが好きで自分のブランドを作りたい、それをしたいから、みんなからしたらそんなことまでするみたいなこととかもしてきて、まあ、自分の夢は叶ったわけよ。でも自分の夢が叶ったことが嬉しすぎて、今まで自分の夢を叶えるためにいろいろやってきたことって何にも後悔してないっていうか、何にも苦じゃなかった。好きな気持ちってすごいなって思った。なんかあれ好きかもぐらいでもいいから、ちょっとしたことをずーっとやってると極められることもあるし、やってみたら嫌いってこともわかるし、とにかく何か自分がちょっととでも興味が出たことはやってみると、これが私好きなんだ、これは私好きじゃないんだっていうのが決まっていくのかな、自分軸が作られていくのかなと思った。自分がフラフラしてるなと思ってても、どうしてフラフラしてるのかとか、これも好きじゃない、これはまあいいかもとか、何かしら見ると分かってくかも。自分の人生とか自分がやりたいこととかやらなくていいこととか、夢がない人はさフラフラしててもいいから、何かしらちょっとずつやりたいこと見つかるといいよね。私30代になったら何が夢になるんだろう。50代は70代
た？ワンピース見てたらワクワクするから見てみてほしい。ということで、ワンピースの話と夢の話と月見バーガーいっぱい食べました。うちの中でこの3つの中だったらの七味香る牛すき月見めっちゃ美味しい。食感味全部やばいです。あれマジ美味しい。日本人が作るご飯美味しい。日本人がつける味付けがやっぱ自分の好きな味付けに似てるから日本人飯美味しい。マクドナルドはもしかしたら日本のレシピじゃないかもしれません。はい、ということで幸せなマクドナルドガールがいっぱい食べましたということで、また明日の動画でみんなも食べてみてね。バイバーイ。みんなの夢も教えてね。海賊王に俺はなる。